やっぱもう決めサブミッションが強い選手なんで、寝技の展開になったりとか、そういう時も本当に慌てずに落ち着いて、必ず自分の時間って回ってくるんで、その時に千尋君のそのストロングポイントの打撃とかで絶対 KO してベルトを取ってほしいなって思ってます。みんな KO できないじゃないですか。みんながどうしても KO できない理由があるんですけど、僕はそれを大体分かったんで、答えがその答え合わせしてみようかなっていう。僕だったら多分倒せると思うんで。